雲竜は、大日本帝国海軍の航空母艦。雲竜型航空母艦の一番艦。雲竜の表記も使用された。雲竜は、日本海軍がマル級計画に基づき、横須賀海軍交渉で建造した航空母艦。1944年8月に竣工第一航空戦隊に所属したが、太平洋戦争末期に竣工したため。 空母機動部隊として実戦に参加する機会はなかった。10月中旬以降の早い1号作戦に伴う、冷凍機海戦の時も、内海西部で待機していた。1944年12月中旬、内地からフィリピン方面への軍事武士、第一停進集団など陸軍兵員輸送及び、特攻機、王家輸送任務に従事する。護衛艦,艦艇3隻に護衛されて、東、 シナ海を航行中の12月19日遊告、アメリカ海軍の潜水艦、レッドフィッシュから来撃され、沈没した。艦名の候補として、運流の他に、考量があった。運流という艦名は、海上自衛隊の操流型潜水艦の2番艦、運流にも使用されている。運流型航空母艦は、工事を急ぐために新規設計や、 各種試験実験を行う余裕がなく、中型空母としては理想的だった飛竜の図面をもとに建造されたが、実感の不具合や運用経験をもとにいくつかの変更点が盛り込まれた。これが運流型を飛竜改めと呼ぶ理由となっている。変更点は以下の通り、飛竜で不評だった左辺中央部配置の環境を、走流と同様に右辺全部へ、 配置変更だの形式を操縦と同じ釣り化式にマイ火事とする緊急建造のために中央部エレベーターを廃止し2機とした。ただし、各エレベーターは航空機の大型化に対応するために14メートル四方と拡大している。竣工時より対戦水艦明細を施す対空機銃の増設及び12平方センチメートル8連装分身放送日。以前は 右舷側のみの釜の空気取り入れ口を左右両舷とした管内の塗料を不燃性に変更ガソリンタンクの周囲の防水区画にコンクリートを注入して充填する1940年7月アメリカで両洋艦大法が成立しアイオワ級戦艦2隻モンタナ級戦艦5隻航空母艦18隻アラスカ級大型巡洋艦6隻 巡洋艦27隻、駆逐艦115隻、潜水艦43隻の建造が決定する。このうちアメリカ海軍のエセックス級航空母艦3隻に対抗するため、翌年に日本海軍は昭和16年度戦時急造計画として、県艦計画を立て、その中で中型空母1隻を緊急建造することとした。これが第302号艦である。 第4次海軍軍備充実計画で建造予定の空母は一隻のみであり、それも竣工まで時間がかかると予想されたための措置である。昭和16年時点で11隻の建造が決定していた SX-9 への対抗とミッドウェイ海戦における空母喪失を補うため、昭和17年度軍備充実計画を改定し、昭和17年度戦時、 艦船建造補充計画として、改めたい方級5隻、先の中型空母15隻の追加建造を決定した。空母運流は、横須賀海軍交渉で、仮称第302号艦として1942年8月1日に寄港。1943年7月31日、正式に軍艦運流と命名される。月日、昭和天皇の名代として、 伏見宮の康やひ王元水隣石の下、と、浸水。同日府で、佐世保陳守府所属。1944年4月15日、日本海軍は、小西かなめ大佐を、雲竜偽装委員長に任命する。小西大佐は、太平洋戦争において、第七駆逐隊司令、続いて、第九駆逐隊司令、阿武熊艦長などを歴任。高い相関能力を持っていた。 阿部熊艦長時代、小西大佐は、阿部熊主計長に、陛下から預かった艦が沈む時は、海の底までついていく。それが、海軍兵学校出身者の使命だと語っている。またマリアナ沖海戦で沈没した、空母大砲生存者も、一部は本艦に配属された。1944年8月6日、運流は竣工。小西大佐は正式に、運流艦長となる。 同日付で、本館は第一航空船体に編入される。飛行から巡航まで約2年であり、飛留型航空母艦の3年に比べて1年、短縮されている。しかし、日本海軍航空隊は、ロゴ作戦、ブーゲンウィル島沖航空船、トラック島、空襲、パラオ大空襲、マリアナ沖海戦等の相次ぐ敗北で、すでに壊滅状態であったため、運流型2隻で、 1> 第1航空戦隊を編成したものの、空母機動部隊として運用されることはなかった。1944年8月上旬、アメリカ軍機動部隊は、伊王島や小笠原諸島に空襲を実施した。これに対処するため、連合艦隊は運流を機関とする、九州部隊を編成した。空母運流、軽巡洋艦イスズ、第41駆逐隊の秋月型駆逐艦二隻という、 戦力である。九州部隊は7月10日に新編された第3航空艦隊の指揮下に入り、運竜は東京湾に進出、訓練に従事した。この時、本館で新型艦上攻撃機流星のロケット発艦実験を実施している。これが運竜から飛行機が発艦した唯一の機械であったという。運竜が出動する事態は正規せず、9月下旬には、 第三艦隊への復帰命令が出された。1944年9月26日、横須賀を出発、瀬戸内海に開港された。9月27日、3隻は、呉に到着。第1機動艦隊司令長官、小沢寺三郎中将も運流に上官している。10月1日、運流型3番艦カツラギノが巡航、同日付で、第1航空船隊が再編された。 10月15日、第1航空戦隊は運流型3隻で編成。だが、搭載航空隊のない第4航空戦隊の空母2隻と同じく出撃の機会はなかった。また、この頃、単装機銃を増設したという。アメリカ軍がフィリピンに襲来して、フィリピンの戦いが始まり、10月下旬の冷凍機械戦で日本海軍は壊滅した。第3艦隊においては、 10月25日の演馬の三崎沖航空船で空母4隻多を喪失。運流所属の第601海軍航空隊も第3航空船隊の関西機や陸上基地に転用され、アメリカ軍との航空船で戦力を喪失した。小沢中将は日本に帰還した後運流、続いて流方に正規を掲げたが、11月15日府で第1機動艦隊及び、 第3艦隊は解体。第1航空船隊は連合艦隊付属になる。同時に空母2隻が4航船から第1航空船隊に編入される。1航船は空母5隻となった。1944年11月20日、連合艦隊は船爆2、航船舶に艦爆1を1体とする特攻隊を6隊準備するように命じた。この特攻隊は 空母から発進する部隊であった。第一航空戦隊はこの特攻隊を人務特別攻撃隊と呼称し、青の軽二隊を指揮官に任命した。母艦は、流砲で12月10日に出撃準備完成を予定していたが、搭載母艦が運流に変更された。12月8日、小村慶三少将は、霊徹選局を睨んで、人務部隊に偵察隊と制空隊を加え、 第一航空船隊の空母2隻と月型4隻で1月中旬以降に出撃、フィリピン方面で行動するを計画をり、案し、意見武進した。しかし、12月12日、連合艦隊は、人務部隊のフィリピン進出と第1連合基地航空部隊指揮下での作戦を命じており、連合艦隊は、人務部隊の空母からの作戦を、すでに断念していたという意見もある。 人務特別攻撃隊は12月18日に松山を出発20日に台中到着21日フィリピンに到着している。フィリピンの戦局が悪化する中、海軍は王カ投入時期について12月23日のレーテワンを想定していた。しかし、王カの発射母体たる一式陸上攻撃機が王カを検証したまま内地からフィリピンへ。 飛行進出することは不可能であった。そこでフィリピンに整備部隊が先行して駐在し受け入れ、体制を整え、カルの地海上輸送により、王カを進出させることになる。運竜は王カ30機を搭載、これをフィリピンへ海上輸送することになった。モリノによれば、当初空母天城で王カや陸軍部隊を輸送予定だったが、甘木艦長、宮崎敏夫大佐が、 乗組員の訓練伝導を理由に、天城を運流に変えられたしと意見愚信、これが認められたという。12月10日の GF 機密第10万1321番電では、15日頃、内地発の運流、流砲、駆逐艦4隻をもって、桜毛島、約3000立方米、台湾向き軽輸送の予定となっている。12月13日、米軍は、ンドロ島に上陸。 ミンドロ島の戦いが始まる。王海以外にも、運竜は、大発動艇各種車両約60台、爆弾、陸戦兵器など軍需品合計約1500トン、陸軍空挺隊800名を含め便乗車1500名を、積載。さらに滑空飛行第1戦隊の軍用グライダー、4式特殊輸送機も積み込んでいた。流邦主警長によれば、 日本陸軍落下3部隊約1000名をフィリピンに緊急輸送するため空母2隻に分譲させて出撃することになったが一国を争うため速力の出る運流に集中させたという一方運流の輸送物件を水上特攻ーと信用とする文献もある信用については空母巡洋により11月11日にマニラへ輸送されている 1944年12月10日、運流はクレに入港して出撃準備を行った。大川は下部格納庫全部に積み込まれ、トラックや大発動艇等は飛行甲板に固いましめされた。12月12日、近藤穂平大佐は運流艦長補佐として臨時運流の利組を命じられる。12月17日朝、運流は第二水雷戦隊。 第21駆逐隊、第52駆逐隊の松型駆逐艦2隻に護衛されて、クレを出港。緊急重要物資と陸軍空挺部隊輸送のため、フィリピンのマニラへ向かう。対戦紹介を受けつつ、関門海峡を通過、東、シナ海に出る。同日、フィリピン方面で行動中のアメリカ軍機動部隊第38任務部隊は、コブラ台風に翻弄されていた。 12月18日の時点で、運流はアメリカ潜水艦と思われる電波を探知し、警戒を強めていた。12月19日、艦隊は悪天候の中を航行し、小西大佐や近藤穂平大佐以下全員が潜水艦を警戒して環境に詰めていた。各艦は運流を中心として同艦左斜め、前方 1.5km にしぐれ、左斜め後方にもみ、 右斜め前方 1.5km に、ヒノ木という配置で航行していた。第901海軍航空隊や、第951海軍航空隊の陸上機や、飛行艇が、運流部隊の対戦紹介に従事した。12月19日13時45分、951空の紹介機は、チェジュ島港海面で、浮上潜水艦を発見。 250kg 爆弾を投下して直撃と撃沈確実を報告した。このアメリカ潜水艦は12月9日に空母巡洋を来撃して撃破したバラオ級潜水艦のレッドフィッシュだった。レッドフィッシュは陸上飛行機から爆雷攻撃を受け警戒が厳重なことから重要船団の接近を悟ったという。午後4時以降、 レッドフィッシュは雲竜を中心とする戦団を発見し、8分後に距離5400メートルで艦首より魚雷4本を発射。16時35分、雲竜は魚雷発射音を探知した。雲竜は右に舵を取り魚雷3本まで回避したが16時37分、雲竜の右辺中央部に魚雷1本が命中した。命中した魚雷によって第一艦室。 第二管室に浸水した。運流からは、潜望鏡らしきものが観察され、広角砲と機銃で応戦したが電源が停止して、射撃不能となる。機械室で火災が発生しつつ右旋回を続けたが、全部予備電源も停止し、後部予備電源で非常用ディーゼル消防ポンプを作動させた。火災は沈下したが速度が次第に低下し、やがて停止した。運流が停止したのは、 魚雷が命中した地点より、さらに、レッドフィッシュよりの場所であった。乗組員は輸送中のトラックを投棄して、傾斜回復に努めた。一方、レッドフィッシュも、爆雷攻撃を行うヒノキに対して、魚雷4本を発射したが命中せず、目標運流に変更して、完備発射管から魚雷1本を発射した。16時45分に2本目の魚雷が、運流の右げ全部に命中した。 雲流は一本目の魚雷で右に傾斜しており、二本目の魚雷の炸裂は沈下していた下部格納庫に及んだ。下部格納庫には輸送物資として搭載された王家20機があり、それらが次々と誘爆する状態となった。爆発は12.7センチメートル広角砲弾薬庫で起こった可能性も指摘される。雲流は前のめりとなって艦首から沈み始め、 小西艦長は総員退去を命じた。レッドフィッシュは16時56分に沈没寸前の雲竜の姿を潜望鏡から撮影。16時57分、海上に突出していた艦尾が水面下に消え、完全に沈没。レッドフィッシュからは、雲竜が黒煙に包まれ沈没は確認できなかったが、黒煙が消えた時に艦艇がないことを確認した。アメリカ軍によれば、 沈没地点は、北緯29度59分統計124度03分、北緯29.983度統計124.050度、29.98324.050。第52駆逐隊の報告では、北緯28度19分統計128度40分、北緯28.317度統計128.667度、 28.317128.667。レッドフィッシュは護衛駆逐艦の爆雷攻撃を受けて損傷した。帰還したものの再び実戦配備についたのは1945年7月下旬のことであった。護衛駆逐艦3隻のうち、しぐれは12月20日に火事故障を起こして、第52駆逐隊と分離、内地へ帰還した。 軍艦運流戦闘商法の先訓には、空母は、発着艦班を有する古練習機一機なりとも、搭載し対戦紹介に任ぜしめば昼間攻撃を、受けくることなきものとにいむ。各基地よりの紹介機のみにいては、極めて不十分なりという記載がある。また便乗した兵士などが、艦内を通行した際に、防水扉の閉鎖をしないなど、安全管理上に問題があったことが報告されている。 運竜の沈没による戦死者は、推定百2 4 1名に達し、乗組員生存者89名、便乗者生存者57名と記録されている。陸軍兵の乗官者の総計は不明だが、滑空不評第一連隊主力のほとんどが戦死した。第一停進通信隊は、宇治河港にて、分隊135名が乗官。運竜の沈没により1名以外全員が、 行方不明となった。総合すると、沈没時上官者のうち救助者は150名に届かず、運竜は日本空母中最大の犠牲者を出した。生存者は第52駆逐隊に分譲し、高雄市に上陸した。その後、第52駆逐隊はマニラに向け出動し、1945年1月上旬に相次いで撃沈された。運竜が多かと共に沈没しても、 連合艦隊は、王家の実戦投入を諦めなかった。運流の沈没を考慮し、王家を輸送する空母流放の目的地は、フィリピンのルソン島から台湾のキールン市に変更となった。12月30日、流放は非87戦団とともに日本本土を出発する。この時の流放の護衛も、しぐれ及び第17駆逐隊3隻に指定されていた。 1945年1月7日、流保隊は台湾高雄市に到着、大火輸送任務を完了した。3隻は本土に帰還したが、しぐれは引き続き、非87戦団の護衛を続け、1月24日にアメリカの潜水艦、ブラックフィンの雷撃で沈没している。運流隊は、こうして全滅した。2月20日、運流は除籍された。なお、 第52駆逐隊司令の戦闘外法では、軍艦運流戦闘商法と生存者数及び沈没時刻が異なっている。1、運流遭難状況19日1637、北緯28度19分、統計128度40分において、平井一、右玄環境下に命中。浸水、反転。1645代逃撃き右玄全部命中。 1651火薬庫大爆発。1700全没。2、敵戦攻撃。3、救助作業重みは、直に救助に従事。ヒノキは、敵戦水艦を攻撃後参加。漂流者案外少なからしも、好天とや案に妨げられ、作業意のごとくならず。0一例打ち切れり、救助人員海軍少尉、森野博以下142名4。 初見雲龍が第一撃により反転後間もなく、右舷至近距離に潜望鏡を発見銃撃すると、ヒノキに対する襲撃状況より判断し、敵戦は一石にして、第一撃発射後目標の大回避に乗じ、先進度にて反対限に出て、第二撃完備発射をなせし物のごとし。小西金目大佐。 1944年4月15日から1944年8月6日、小西かなめ大佐。1944年8月6日から12月19日、戦士海軍は、1944年10月1日に、有人ロケット特攻兵器、大川を、配備予定の第721海軍航空隊を編成し、同航空隊を横須賀陳述部隊に編入していたが、 レーテで地上決戦が始まると、その投入について、具体的な検討を始めた。721空には、攻撃第711飛行隊、戦闘第306飛行隊が編入された。大家の配備予定は11月初めに、フィリピン30機、台湾70機であったが、徐々に遅れ始め、12月5日、豊田ソエム連合艦隊司令長官は、 第762海軍航空隊と第721海軍航空隊とで軍隊区分上の部隊編成を行い、第1機動基地航空部隊と呼称した。この頃、連合艦隊は神々なり部隊のフィリピン戦闘入を現地航空部隊に連絡していた。横須賀で本艦と共に建造されていた空母シナノも11月19日府で一航船に編入されている。 シナノは、王オ家オ50機を搭載、第17駆逐隊の護衛により、横須賀からクレに開港された。だが11月29日、アメリカの潜水艦、アーチャンフィッシュの雷撃で、シナノは沈没。シナノで輸送中の王オ家オ50機も喪失した。ジュニオは11月30日にも、マニラへ輸送を行ったが、帰還中のジュニオ輸送隊は、 アメリカ軍潜水艦のウルフバックに襲撃される。巡洋は、アメリカの潜水艦、レッドフィッシュの来撃で大破。させ保に寄討できたものの、二度と出撃できなかった。運流で、犠牲遺族高齢化、第634海軍航空隊基地隊最後の、異例。広島平和メディアセンター。2019年1月6日閲覧。ありがとうございます。